です。リリカです。海です。研究室のまほこです。はい、ということで、はい、今回は待ちに待った新レギュラー生の挨拶決めをしていきます。レギュラー生になってからどういう心境？まだ実感がなくない？でも、ね、なんか卒業生の子たちがいなくなって、もういないな、寂しいなって感じですね。4月2日の生放送やったじゃん、うん、あれで会ったから本当に入ってきたんだなっていうのはあったけど、まだ一緒に企画とか立ってないから、そこまでそんな実感はない。そうね、自己紹介とかの挨拶が変わったりとかしたらだんだん湧いてくるのかな。そうね、はい、感じですね。じゃあちょっとね、 Twitter とかインスタで、はい、そう募集してもらったと思うんですけど、どういうのが来たっていうの？あ、私3つあって、シンプルにこんにちはみなつです、うん、がいいっていうのがすごい多かったのと、ギャル担当とかギャウみなつですとかが多かったのと、元気もりもりみんなのみなつですみたいなのも多かった。どうだった、りーちゃん？やっぱポニーテールのおかげだったあなたの花と打ち上げ花火みたいな。でもりーかちゃんといえばそういうのあるよ。まあね、そんな感じ。もう私圧倒的にまほまほまほこですがめっちゃ多かったのと、可愛いなって思ったのが1個2個まほこですから、いつもニコニコまほこですとか、なんかこうで合わせるのがめっちゃ可愛いなって思った。ニコニコまほこ可愛い。でちょっとこの4人になるということで、私もちょっと挨拶を今年から変えてリニューアルしたいなと思っているので、じゃあピヨピヨも卒業、はい、ピヨピヨ卒業なんですけど、おめでとうございます。ありがとうございます。4人で決めていきましょう。はい、はい、せーの、レッツゴー。はい、ということでうちっ子のみんなから募集した挨拶を5つずつ書くんですけど、気になるものを選んでいただいて、まず1個目を書いてって使ってやっていきます。はい、本場がクルリンに白いハートなりするんだし、なんかそういうのも多かった。クルリンみなつですとか、クルリンハートがファンマーク、でも元気ですみなつだよとか出ました。みなちゃんはシンプルにみなつですが一番しっくりくるがめっちゃ多かった。わかるな、ピューピューが良かったって言われた。圧倒的にまほまほまほこですよ。1個目がかなということで、はい、せーの、じゃーん、ちゅるるんまほこです。え、かわいいじゃん。ファンファンリリカです。くるりんみなつです。くるりんと進化すんだよ。怖いな、天才ですね。考えたから。じゃあ2個目、はい、はい、いきますよ。せーの、じゃーん、まほまほまほこです。パピコ半分いるリリカです。ギャウみなつです。みんなのアイドル、かなちゃん、かなちゃんです。ギャウみなつですってなんか可愛いね。しかもギャルじゃなくてギャウなのが可愛い。ギャウって書いてある、うん、なんか圧倒的にこれが多くて、うん、アイドルって感じするもん。じゃあ3個目を、はい、お願いします。はい、じゃあ3つ目、はい、いいですか、はい、せーの、じゃん、チュルチュルまほこです。あなたのハートに打ち上げ花火、リリカです。みなつです。笑顔のトニコ、かなはです。チュルルンか、チュルチュル、チュルって可愛いよね。どっからチュルって持ってきたの？小鳥の鳴き声とかが好きで、マジチュル可愛いよな。4つ目、いいですか？じゃあせーの、じゃん、こんにちは、まほこです。こんにちは、りりかです。あなたの心にストライク、みなつです。なんちゃん、三条、かなちゃん、三条、しっくりくる。三条って多かったね。キャラに合ってる。今のところめっちゃアイドルだけど、ね、いける？大丈夫ですよ、ね、そろそろもう決まってきてくない？まとまってきてよ、うん、じゃあ最後に本命を決めます。チュルルンとさ、チュルチュルさ、どっちがいいか。チュルチュルまほこです。かわいい。あー、うん、私どうしよう。まほこ的にはギャルが好き。マジ？うん、はい、書きました。私は決めました。皆さんできますか？はい、はい、書きました。はい、私から、はい、新挨拶を、はい、書きます。チュルチュル、こんにちは、まほこです。おー、 おー、いいね、いいね、かわいいね。チュルチュルの時はこうやって手振ってチュルチュル、こんにちは、まほこです。あ、いいじゃん、いいじゃん、かわいいじゃん。はい、りりかちゃんは、いきます。なん、ファンファンリリカです。リリカちゃんこういうのどうやるかというと、ファンファンリリカです。おー、 おー、いいじゃん、いいじゃん、いいね。じゃあ私ですね、はい、なおじゃん、あなたの心にストライク、こんにちは、みなつです。なんですけど、ソフトボールやってるからみんなが多分それという関係で考えてくれたんですけど、ミナハムのマークのクルリンにハートのクルリンも多かったんですよ、すごい。だからクルリン、こんにちは、みなつですにするか、あなたの心にストライク、こんにちは、みなつですにするかを悩んでて、どっちがいいと思いますか？いや、もうクルリンですね。クルリンでしょう。可愛さはくるりんだね。じゃあくるりんにします。じゃあ最終的、くるりん、こんにちは、みなつです。おー、いいですね。手とか、あ、手とか、くるりん、
あ、かわいい、かわいい。くるみん、こんにちは、みなつですにします。はい、おー、いいですね。いいじゃないの。日によって変えます。パーティーするか気分で決まってみせるか。はい、はい、じゃあ、私なんですけど、はい、本当になんか決まらなくて、単語をね、書いたので、皆さんに案を出していただけたらと思うので、入れたいのがこのちゃん、この三条世界へようこそ。あ、このいいと思う。このちゃんはせっかく中学生に上がったから確かに可愛いけど、ね、大人っぽく言った方がいいのかなと思うから、このがいいと思う。じゃあこのにしますね。はい、この三条、この三条、あ、いいじゃん。この三条で次の日に回る。ちょっとさ、リズム感っていうか、なんかちょっと短い気もするけど、やってみようじゃん。好きな食べ物やっていこう。フレンチトーストです。チルチル、こんにちは、ワホコです。うどんが好きです。ファンファンリリカです。焼肉が好きです。クルリン、こんにちは、みなつです。チョコが好きです。この三条。あ、いいじゃん、かわいい、かわいいじゃん。え、じゃあさ、コナちゃんが最初バージョンでやんない？同じ焼肉で。あ、焼肉で好きな食べ物。チョコレートです。この三条。あ、待って、これやっちゃう。はい、チョコレートです。この三条。焼肉です。クルーリン、こんにちは、みなつです。うどんが好きです。ファンファンリリカです。フレンチトーストです。チルチル、こんにちは、まほこです。おー、あ、でもいい、いいじゃん。この世界へようこそ、番号やってみよう。私、この世界へようこそだけ。まあ、やってみるか。じゃあ焼肉で、食べ物で。好きな食べ物、チョコレートです。この世界へようこそ。あ、でもいいかも。どっちもいい。好みの問題になってくる。この三条が一番無難ではある。リズム感的にはこの世界へようこそ、かわいいね、かわいい。この世へようこそ、かわいい。やってみよう、やってみよう、やってみよう。せーの、このチョコレート。チョコレートです。この絵、ようこそ。あ、なんか違う。もう一回違う。フレンチトーストです。チュルチュル、こんにちは、マッコです。うどんが好きです。ファンファンリリカです。焼肉が好きです。クルリン、こんにちは、みなつです。チョコレートです。この絵、ようこそ。あ、正解あった方がいいわ。正解。でも私さ、絶対中二だったら後悔すると思う。じゃあこっちにしたよ。決まりました。でも私も決まりましたので、この三条ですか。気によって変わるので、そこにも注目してください。はい、で、最後みんな決まったし、やってみますね。メルペチ、メルチ、始まるよ。チョコレートです。この三条。焼肉です。クルリン、こんにちは、みなつです。うどんが好きです。ファンファンリリカです。フレンチトーストです。チーチュー、こんにちは、マホコです。おお、いいじゃないの。いいじゃない。なんか、私、暗い気がした。あ、確かに。こんにちはをなくそうかな。クルリンかさ、クルリンか、あのリンを伸ばすタイプか、クルクルリンか。絶対クルリンの小さいつ伸ばしてた方が、兄ちゃんかあるじゃん。みんなの方は多分分かってくれる。ギャウサ、ギャウサ、ギャウサ、ちっちゃいつでみんなの求めてたギャウサを出しました。じゃあこれで納得です。はい、みんないいということで。はい、次回の動画からこの挨拶になってると思うので、皆さん楽しみにしてください。はい、今日も最後見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ブルイーン、チュルチュル、イエーイ。誕生しました。はい、ねえ、誰だよ。おじちゃん、おばちゃん。いいじゃん、いいじゃん。山の上、編集するわけです。